どうも、シュアです。このビデオではね、元の G2 プレイのね、ちょっと外観についてご紹介していきます。まずね、この背面見てください。もう、非常にフラットでね、こうシンプルな形状なんですけど、ここだけ、カメラの部分だけ、ちょっと出っ張ってるんですね、円形に。で、ここにね、端子があります。これ丸端子の先っぽは丸まってて引っかかったりしないんですけど、なぜこれがね G2 プレイがこんな形状してるかっていうとね、モズユニットっていうね、あの機能拡張ユニットを合体させることがねできるからなんですね。これがねバッテリーユニットです。これがね、プロジェクターユニットです。で、これがカメラユニットです。これね、レンズがね、ハッセルブラッドなんですよね。みんなここに、モズユニットここにね、ここにっていうか、こう、丸い穴があるんですよね。で、ここにデータ転送用の端子があるんですけど、これを合わせて、丸いところを合わせて、こう、カチャって、ウニョン、こうね、起動音がしてね、合体終了です。こうちょっとね、カメラ起動してみましょう。これカメラの画面ね。これちょっとね、レンズがちょっと出っ張ってたと思うんですけど、これ、光学10倍ズームレンズなんですね。で、この、電源ボタンを押した、これをオフにして、レンズを引っ込めて、ちょっと待ってからこれを外すと。書いてありますね。これ注意、モズユニットをね取り外す前に必ずカメラのレンズを収納しろ、手で閉じるなっていうね。これね、電源をねオフにするかカメラアプリをね終了するとねレンズが収納されるんです。そういう感じなんですよね。これね、モズを合体させるせいかね、本体の厚さはね、ほんとペラペラに薄いです。これもうズニットを、例えば、バッテリーユニットを合体させても、このぐらいの感じなんで、なんかまあ、ちょっと厚いスマホぐらいの感覚でね、持ち運べる感じです。さて、ちょっとねサイド方面を見てみます。これ左サイド何にもないですね。これテープはね、これUSB-C 端子と、これイヤホンジャックがあります。イヤホンジャックね。このね右側のサイドはもう電源ボタンとボリュームの上下があるんですけど、配置としてはこれすごい定番的なんだけど、ものすごいボタンがね普通のスマホに比べるとね小さい感じなんですよね。なんか電源の方はね滑り止め処理がしてあるんだけど、まあ実用的にはねそんなに困らない感じなんだけど、ちょっとこれねちっちゃくてちょっとびっくりします。上部にこう SIM スロットです。さてこれね SIM スロットをねちょっと見てみます。これはね、ちょっとピンでね、今、押し出したところです。こう引き出していくと、こんな感じです。わかりますか、これ。これね、ナノシムが2枚。片面にね、ナノシムが2枚。
これね、はめ込むタイプなんですよね。わかるかな、これ。これ、よいしょ。はめ込むタイプね。こういう感じ。これをね、はめ込むタイプなんでね。スパッと。これ、上下逆にしても落ちません。で、こちら側がね、マイクロ SD のスロットね。これがね、すごいのはね、ナノシムを2枚挿して、2枚セットして、マイクロ SD も使える。全部使えるってことね。シムもね、両方ともナノシムなんでね、気を使わなくていいですね。最近結構ね、ナノシムとマイクロ SD とかね、マイクロ SD じゃない、ナノシムとマイクロシムのとかね、あと、マイクロ SD と共用のスラットがあったりして、結局2枚 SIM を挿して、マイクロ SD を使えないのが多いんですよね。その点、このね、モート G2 プレイはね、このナノ SIM 2枚と、マイクロ SD が全部使えて、超いい感じです。今の、SIM フリースマホの中で、この元のね、SIM スロットって一番出来がいいですね。前面が上のフロントカメラ周りこんな感じです。で、これね、ディスプレイがね、有機 EL なんでね、すごくね、コントラストが高くてね、発色がいい感じです。さて、このね、下の部分にね、これはね、指紋センサーなんですね。ここにあるのは、ね、ホームボタンはね、このソフト処理です。フロントにね、この指紋センサーがあると使いやすくていいんですよね。っていう感じです。まあ元の外観はこんな感じで。じゃあまた。チャンネル登録。チャンネル登録。チャンネル登録。